はい、それではね、こちらエンジェルソフト加工の、コットンビエラプリントの紹介になります。でこの生地のねまず特徴、エンジェルソフト加工の、コットンビエラということで、秋冬向きのねコットン素材の生地なんですよね。結構コールテンとかその辺もすごくねこう扱いやすいということで人気があるんですけども、これもねコットン素材でね着心地もこうナチュラル感もあってね、すごくね、いいんじゃないかなと思います。で、通常のこのビエラのね、生地にエンジェルソフト加工って言ってね、すごくね、こう柔らかい質感の風合い、風合いがね、こういいんですよね。そういう加工が施してあるので、すごくね、こう着心地がいいんですよね。軽くてふわっとしたね、風合い楽しめるんじゃないかなと思います。で、今回素材は一緒なんですけども、2柄用意しておりますので、ぜひね、お好みのデザインをねこう選んでいただければなと思います。少しね大きめの柄と細かくてねちょっとこうベーシックでこう使いやすい、2柄用意しました。はい、で次にね生地の厚みなどの説明を言ってみましょう。はい、でこれコットンビエラになります。中肉厚になりますね。イメージで言うとコットンシーチングぐらいのね厚みになるんですけども、少しねこう起毛がかかってるようなねすごく温かみのある風合い楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。でデザインのイメージなんですけども、トップスボトムスワンピース、洋服全般にね季節の、作品作っていただければなと思います。はい、で次ドレープですね。はい、ドレープもねこんな感じでこう柔らかくてねすごくこう綺麗なドレープ出るんじゃないかなと思います。お値段もねアウトレットプライスになってますので、ぜひね楽しんでこう作品作りに使っていただければなと思います。作品のご紹介をいたします。まずねこちらブラウスになっております。丈もね短めで、ボトムスもねいろいろなると合わせやすいんじゃないかなと思います。でねこれドルマンスリーブなんですね。身ごろと袖がつながっちゃってるので、袖下ね縫うだけでお袖ができちゃう作りやすいタイプになっております。でね、脇のところもスリットがあるんだけどカーブになっているんですね。で割としなやかな生地なので、こういったカーブの部分も細い三つ折りなんかもね縫いやすいタイプになっております。でそしてもう一つこうチュニック丈風のブラウスも作ってみました。こちらはね襟ぐりが V ネックになっていてすっきりとしたデザインになっております。でね柄だから見づらいんだけど、ここにね中心にタックも入ってるんです。これもね大人の雰囲気で着れるんじゃないかなと思います。タックなんか入っててもね綺麗に仕上げることができます。でブラウス以外にもスカートも素敵に仕上がっております。でこちらもねウエストのところはゴム仕立てなんだけど、その下にタックがねたくさん入っているデザインになっているんですけれど、そんだけタックが入っててもそこまでボリュームを出なくてすっきりとね履けるシルエットになっております。で素材自体も表面が少し起毛がかっている感じになっているんですよね。なのでこう冬に向けてねこう温かみのある生地にもなっておりますので、ね、ぜひねいろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。